さあ、それではロックマン X やっていきましょう。ロックマンのシリーズは相当遊んでいるような気がしますが、どっちかっていうとゲームボーイアドバンスのやつが中心だったので X は初だったりします。イレギュラーハンター X はやったことあるのですが、まあやっていきましょう。キーコンフィングはあらかじめいじっておいたのでゲームスタートでですね、今このゲーム、ロックマン X アニバーサリーコレクションだっけかな、なんでロックマン X1 から4までを全部入れて、でなんか過去のゲーム内映像コンテンツとかも含めて、しかも今なら半額で買えるんですよ。そう、2021年1月19日まで半額で買えます。ビギナーモードとかもあるらしいからぜひチェックしてみてくれよな。それでは行こうか。びっくりした、車かと思った。違う、車なんだけど、いや敵かと思ってね。これはプレステのゲームでしたっけ。うん、すでになんかあれだね。うわ早い、強いぜ、気をつけろ。でこの頃はダッシュが使えないとのこと、なので慎重に行きましょう。うわー、地形がちょっとこの頃からなんかすごいあれだね、進化を感じるね。よし、地形をぶっ壊す的なキャラクターはゼロとかにはあんまりいなかった。あ、そういえばゼロ以来ですね、 2D のロックマンは。あの頃はね、阿部100とかやってたんですけど、もう残ってないけどね、その動画。当時あんまりそれでユーザーが増えたことを実感しなかったんですよ。あー、なんか難しそうなゲームをスムーズにクリアしてるとか、あとはもともとロックマンやってる人が腕を組みながらなかなかやるやんみたいな、それだけだったんで、もうちょっと初々しさを大事にしていこうかなと。なので今回 X シリーズはそういう意味ではうってつけですね。よし、打ち込め、 OK。 よし、なのでまあロックマン X とかのロックマンのこの 2D アクションは覚えゲーなんでね、まあなかなかにひどい目に遭うことが想像にたやすいですが、即死トラップとかも多々あるからね、負けずに頑張っていきたいところを。また来たよ、おい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 、連打して豆鉄砲、チャージショットもちょろっと入れていくよ。 OK、 これ意外と豆の方が火力出るっぽいんだよね。ロックマンって BGM もすごくいいんで、私 BGM 聞きに行ったらちょっとボスのシルエット見ちゃったりとかあるので、完全な初見ではない。まあイレハン X はやってるって言いましたしね、 X1 に関しては知識があるでしょうね。よし、ロックマン X を実況する命令を受け、メカニロイドのイレギュラー今月で7件目だな。隊長はその件で牽引しに。ああそうらしい。イレギュラーか、どうしてイレギュラーは発生するんだろう。俺は今からロックマン X シリーズを実況することを間違っているとは思わないみたいな、どこぞのアルマジロの会話とかよく覚えてるよ。すごいスピードで成長している。詳しくはイレギュラーハンター X をご参照の上。痛い、喋りながらだとボコボコにされてんだよお前しかも微妙にセリフ間違ってるし、間違ってる自覚はあります、すいませんね。はい、とりあえずそいつらとの開口をね、まあ、イレギュラーハンター X のこの主人公、あ、X です、どうも、僕が X です、イエーイ。 X 君はね、イレギュラーハンターなんでね、手当たり次第に周りの人をイレギュラー認定してぶっ潰していくぞ、よろしくね。でも心の優しい子なんですよ。ロボットでありながら、まあ思考し悩むといった、まあ特注品なんですがね、まあそれゆえにいろいろなストーリーがあるわけですよ。さあ来い、ほいっとジャンプで避けて潰す、どんどん呼びな。おっと、ダッシュこそできませんがスペックとしてはそんなに低いわけではないね、十分いける。よし、あん、こんにちは、ババです、どうも。紫色の、あーちょっと待って、あー痛い痛い、ちょっとタイム、おい、いきなり殴りかかるの分かんやろ、おい、早い動き早い、動き超早い、あー死ぬ、おい、レスキュー、パンチあかんて、左フックあかんて、ちょっと、おーいえい、捕まっちまったぜ。そう、これ負け指なんですよね。バカめ、俺に勝てるとでも思ったか、X。はい。
命は一つしかないんだ、大事に使うべきだったな。この音は来たぜ。この BGM 覚えていますか？ロックマンゼロワンの実況を見てくれた方、そう、あの BGM と同じなんですよ。むしろこっちの方が先なんですがね。俺の力では奴らを倒すことはできないのか。レックス、今のお前では奴ら、シグマを倒すことはできないだろう。しかしお前には戦いによって能力を高める力がある。その力でお前はもっと強くなれるはずだ。今の俺よりもずっと、俺はそれにかけるぜ。俺は先に行ってシグマのアジトを探る。お前は各地のハンターをぶっ潰してくれ。穏やかじゃないですね。どうしてイレギュラーは発生するんだろう。まあとりあえずここはこれでクリアとなります。各地のイレギュラーをぶっ潰していきましょう。ここでセーブできます。で、昔のロックマンはこの番号をメモってこれを入力してセーブするんですよね。ですがこのゲームにおいてはここでセーブができるらしい。よし、 OK。さあそれでは8ボスの画面ですな。見ていきましょうか。マップ、おーん、だいたいどの地域にいるよっていうのが教えてくれるんですかね。ロックマン、ではみんな大好き IC ペンギー号からいきましょうか。名前合ってるかな。こんにちは。いろいろな理由でこいつから挑むことが多くてね、今回はその王道に乗っ取らせてもらう。あ、そうだ、イレギュラーハンター X っていうのはね、このゲームのリメイク作品なんですけど、遊んだとは言いましたが、パーツの位置がどことかは詳しく覚えてない。ここにフットパーツがあったことは覚えてるんですけどね。ちょっとちょっと、やめろよ。ビビるわ。やめろやめろ。結構おっかねえな。やべえよ。全然前に進めねえ。ちょっとビビりすぎでは。やっぱダッシュとか欲しいね。こいつがな、上のブン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 が結構厄介だね、こうしてみると。よし。まあ、最初のステージで苦戦するわけにもいかんぞ。どんどん行きましょう。ふう。まあ、体力回復とかあるんでね。おっと、コウモリちゃん？滑りそうだけど。滑らないか。あ、滑らないね。意外や意外。どうやらこの時にはまだ滑るという概念がないのかもしれないね。で、ロックマンはどんどんパーツを得て強化していくんですけど、そのパーツのある場所は、ちょくちょくなんか変なところにあります。なので、見過ごしやすいんだよな。だから、死ぬ死ぬとか言ってたら、まず取り逃すでしょ。よし。まずはダッシュが欲しいところなんだ、ガッと。よし、おなじみの敵を避けて、潰して、これどうやっていく？怖っ。お、ギリギリいけた。こうしてみるとやっぱステージ的に優しいですね。よし。初見でもクリアできそうだ。そう。昔の、え？なんで？え、通り道これ。おお、通り道やん。X よ、やはり来てしまったか。どうも。できればお前には平和な日々を送ってほしかったのじゃが。これも運命なのかの。カプセルに入るのじゃ、X。そうすればお前はダッシュができるようになり、移動能力が大幅にアップするはずじゃ。このようなカプセルがまだ各地に隠されておる。強くなりたいならカプセルを探し出すのじゃ。辛いことも多かろうが、頑張るのじゃぞ、X よ。はーい。じゃあ、強化してもらおうか。ダッシュを得ました。うし。もうすでに足が新しくなったぜ。イエーイ。おお、すげえ。ほら、早い。これね、ダッシュジャンプで一気に遠くまで行けるようになりました。残念ながら空中からのダッシュはまだできませんが。ただこれな、機動力がありすぎてな。ほら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 、こういうことになるからね。ステージを覚えないと接触で死にます。なのであんまり、こう調子に乗ってると、ひどい目に遭うぜ。痛えし、痛えし、落ちるし。おい、復活してるし、怖いし。ウィー。オッケー。まあ、それなので、ダッシュを覚えても劇的にゲームテンポが上がるかというと、否だな。怖いもん。
ですがいざって時に、おライドアーマー、ガッション、ガッション、パンチ、おーこれもダッシュあるね。ゆい、ボスコイ、ボスコイって何ボスコイってなんだよ。でもこのマシンでもね、あの落ちたら死ぬので、あやばい、あやばい、あやばい、あ落ちてんじゃねえよ。これどっからやり直しなの。どこどこどこ、私はどこ、レディー、おーここからか。いやあんな感じでね落とされてしまうからさ、気をつけないとね。えいえい、おら落ちる前にぶん殴ってやるぞ。おらおら、どすこいどすこい、落ちろそういう機能あるんですね。さてここまでか、ありがとよ、協力感謝だぜ。こっちになんかあるんじゃないの。ありそうだけどないな。まあもしかしたらこの中にあるのかもな、パーツが。壊す装備を持ってないから、ここは覚えておいた方がいいのかもしれませんが。おっと、雪ダーマー。お前か、犯人。うおー、ストライク、バッターアウトいて、いて、いて。意外と画面外から攻めてくるからね。やめて、やめて、意外とでかい、意外とでかい。ゴリッパ、ゴリッパ。ふぅ、ボスです。でもなんだかんだ一応つで済んでるね。ゲームオーバーはやだぜ。こんにちは。会話あるかな。どうも。こいつ、こんな可愛らしいペンギンちゃんの見た目ではありますが、普通に、X 君より階級は上だそうですよ。あいつ何やってんの自分の出した氷で射撃が届いてないやん。さあ、突進、そして、簡単な射撃と、非常にわかりやすい性能をしていますね。おぉ。おいおい、おっと体当たりは早い。つうか威力は結構あるな。こうしてみると。よし、体当たりは弾くな。これは即座に壊しておかないとね。やばいな、この位置関係は。あ、やばい、凍っちゃった。怖え怖え怖え。やばい、ペンギーゴに負けるとかあってはならないぜ。何のために、そう、ゼロでの阿部100頑張ったあの3動画が全てペンギーゴに負けたという、ただそれだけで全てがチャラになる気をつけろ。 OK、 ファーストバッシュやり申した。いや、さすがにペンギーゴはね、愛すべき最弱ボスみたいなところあるから。リメイク版のイレハン X のハードだとめちゃくちゃ強いんだけどな。よし、イエーイ、入りまーす。とりあえずダッシュできるようになったので、よし、お、ショットガンアイスをゲットしました。ショットガンアイス、イエーイ。これで弱点属性、をついていけば多少は有利に戦えるということですね。わしが相手になろう。行くぞ X。 そこだ。うわあ！